長谷尾さん、今日は来ていただいてありがとうございます。ああ、それではパーティーに誘っていただけますか。行き先はデルタサーバー、従順なる怒涛の万葉です。ご迷惑じゃありませんでした？迷惑だと思うんなら最初からメールしなけりゃいいだろ。このエリア私のお気に入りなんです。今夜は月がいつもより綺麗。いつもよりってなわけないだろ。ゲームだぞこれ。じゃあ獣人像を目指していきましょう。月の木というギルド名の由来はですね。興味ねえ。まあまあ聞いておいて損はないですよ、長谷尾さん。月の木は七司会という幹部会で運営されています。榊さんのこと覚えてますよね。榊さんも幹部の一人なんですよ。チッ、聞いてらんねえ。あ、ちょっと長谷尾さん、待ってくださいよ。取るもん取ったし、タウンに戻るぞ。おい、あの長谷尾さん。なんだよ、もう月の木は十分だっつーの。あっちの方から何か聞こえませんか。何も聞こえねえ。そんなはずは。ほら何かざわめいてます。確かめに行きましょう、長谷尾さん。は？なんで俺もなんだよ。一人で行けよ。一緒に行ってくれないんですか。ああ、行きゃいいんだろ、行きゃ。ありがとうございます。こっちです。聞こえる。向こうから音が聞こえるみたい。ん？長谷尾さん？このサイン、トライエッジ。トライエッジ？そういう名前なんですか？何？長谷尾さん！トライエッジのサインに吸い寄せられる！ここはロストグラウンドでしょうか。でもこんな地底湖があったなんて。もしかしたらこれ大発見かもしれませんね、長谷尾さん。長谷尾さん、あそこに人が。あいつ、何なんだ。聞いてみましょう。待ってください。危ないぞ、止まれ。
下がってろ。いっけ、俺のベイガなんだこいつら。やったのか。無事かい、お二人さん。なんかあんまり歓迎されてないみたいだな。まあいいや。そっちの子、大丈夫？あれ？私、どうしちゃったんですか？どうって…なんか、変なモンスターに襲われて…すごい音がして、びっくりして、記憶飛んじゃったのかな、なんて…気を失ってたのか、リアルで。何はともあれ間に合ってよかった。あなたは？俺？実は CC 社の調査員なんだ。システム管理の人？ゲームマスターさん？ま、似たようなもんかな。このエリアのバグ通知を受けて飛んできたんだけど。あのモンスター、バグデータだったんですか？そう。データが修復されるまで、ここには近づかないでね。嘘だ。あれは、バグデータなんかじゃねえ。そんなもんでプレイヤーが気失うかよ。それに、モンスターを倒したでけえ人形みたいなのは、何なんだ？人形？見えたんだな。アバターが。アバター？そうだよ、死の恐怖のハセオ。 CC 社の調査員はプレイヤーの通り名まで覚えてるのか？まさか。ただ偶然にしてもできすぎてるって思っただけさ。は？いやいや、こっちの話。君、アバターのことを詳しく知りたいだろう？別に。君も使えるよ。は？俺のアバターが見えたってことは、君と君の PC には資質があるんだ。ハセオ、あなたの PC には危険な力が秘められている。俺たちの本部へおいでよ。君の探してるトライエッジの情報も得られるかも。てめえ、なぜそれを。だからさ、そういうのもひっくるめて、とにかくおいで。なんかすごいことになっちゃいましたね。お前、のほほんと笑ってる場合か。どうしたんですか、ハセオさん。突然怖い顔して。一歩間違えば、お前。いや、なんでもない。でも、こんなことになって迷惑かけちゃいましたよね。自覚はあるんだ。ごめんなさい。あ
もう一度名誉挽回のチャンスをもらえませんか。次に誘うときは経験値を稼げるエリアにしろ。はい。やあ、ハセオ。あれ？そんな怖い顔してどうした？別に。とっととレイブンとやらに案内してくれよ。なんか俺嫌われてる？気のせいだろ。アットホームっていうのはギルドごとに一つずつ用意される部屋なんだ。で、ギルドっていうのは仲間を集めて活動する団体。わかりやすく言うならギルドが野球部、野球好きの集まりで、アットホームは野球部の部室みたいな感じかな。ソロ専門の俺には関係ねえや。入ろうぜ。ストップ。それが関係なくもない。アットホームに入るにはギルドキーっていう入室許可証が必要なんだ。ということで、はい。さてと、改めてレイブンへようこそ、ハセオ。この前のおばさん。あれ、知り合いだった？知らないわよ。彼女はパイ、レイブンのメンバーで、パイ、彼が…なるほどね。あの時は俺を誘うのが目的だったわけか。でもな、おばさん、お色気で誘っても年が年だけに無理。リアルを想像するとなえる。のちょっとクーン、こいつ叩き出して。いくら的確者だからってこんなやつに私たちの仕事は任せられないわ。それはヤタが判断することだろう。ヤタ？ヤタ様の手を煩わせる必要は。ヤタって何？人？あんたは黙ってなさい。クン、あなただってわか…はい、来ております。え？一人で？よろしいのですか？でも、彼は…わかりました。いらっしゃい。ヤタ様がお会いになるそうよ。なんだここ、随分と殺風景な場所だな。知識の蛇へようこそ、ハセオ。長い間待っていた君が来る。クーンやおばさんが言ってたヤタってのはあんたのことか。ここってあれ、管理者専用エリア。噂で聞いたことはあったけど実際あるんだな。1階のプレイヤーをこんな場所に連れてきていいわけ？上司に怒られるんじゃないの、管理者さん。はじめまして。というのも妙な感じだ。私は君のことをずっと見ていた。このネットゲームには
使用を逸脱した現象が存在する。それは事象として、あるいは対象として、さまざまな形で世界に表出する。君が体験した現象、 PC データの強制的な初期化もそのうちの一つだ。俺の長谷尾の過去を覗き見したのか？お前何の権利があって？私を管理者と呼んだのは君だ。管理とは把握、保守、運営。君の言うトライエッジも、君の身に起こった事象も、我々の管理対象だ。我々は当然の義務を果たしているに過ぎない。バグではないバグ。本来この世界にはありえないはずの事象、しかしこの世界に確実に存在する現象、我々はそれらを総称して愛だと呼んでいる。愛だ。今はまだ一般ユーザーには知られていない。現段階においてはその程度のレベルではある。しかし君はそれに遭遇しているはずだ。そしてその脅威、危険性を目の当たりにしている。トライエッジ、彼が君に使ったスキル、あれはデータドレインと呼ばれるスキルだ。データドレイン、レベルダウンするスキルなんて聞いたこと。君は理解しているはずだ。トライエッジが使用を逸脱した存在だと。トライエッジはアイダなのか？可能性は否定できない。ぬるいこと言ってんじゃねえぞ。システム管理者がバグの原因一つ突き止められないのかよ。バグではないバグの調査は困難を極める。同じくシノという PC とそのプレイヤーに起きた出来事も調査中だ。お前ら、シノが意識不明になったことも知ってて？ネットゲーム上での PK とプレイヤーの意識不明との因果関係、我々としては問題が表面化する前に一連の現象を解明したいと考えている。問題が表面化する前にってのはどういうことだ？あわよくばなかったことにしようってのか？お前らのせいでシノはな。それは違う。彼女が意識不明になったのは我々のせいではない。彼女を害したのも、君をレベルダウンさせたのも、あくまでトライエッジ。そうだろう。放置した責任ってもんがあんだろう。ではゲームを閉鎖すればよかったのか？そうではあるまい。アイダとトライエッジ、意識不明の PC、 全ての謎を解く鍵はここにあるのだから。我々と君との利害は一致している。協力しろっていうのか？わかんねえな。それであんたらに何の得がある？我々が欲しいのは、長谷尾君、君の PC に秘められている力だ。君の PC は過去に CC 社のプロジェクトで作られた特殊な PC なのだよ。力？プロジェクト？俺の PC が特殊？君は適格者だ。はあ。君のような PC は非分使いと称される。クンやパイもその一人だ。おばさんも？アイダに対抗できるものは現状非分使いを置いて他にない。この PC がね。まさか新しい趣向のイベントじゃないよな？要するに俺にゲームのバグ取りを手伝えってことかだろ？
先ほども言った通り、我々は一連の現象を封じ込めたいと考えている。それが可能なのはアバターだけか。それが非分使いとやらの力なんだな。そうだ。でも俺はあんなもの使えないぜ。それは君がまだ改元していないからだ。要するにあの人形が使えるようになればいいってことか。あれが使えれば奴に対抗できる。死の。お前らに協力したら俺もアバターを使えるようになるんだな。もちろん。むしろそうなってもらわねば困る。いいぜ、協力してやるよ。ただし俺に指図はすんな。そいつが条件だ。待ってください。彼のようなプレイヤーが力を得るのは危険です、ヤタ様。ふん。おばさんは黙ってろってさ。なぜ彼のような人間を。たとえ我々が手を貸さなくても彼は遅かれ早かれ改元する。お前も分かっているはずだろう。彼の秘分はもう目覚めてしまっている。GU に入るんだってな。これからよろしく。 GU？ あれ、ヤタに聞かなかったのか。レイブンってのは仮のギルド名で、俺らは GU って呼んでる。意味は？ CC 社のプロジェクト名だって聞いたけど。ふん。んなことよりアバターってやつの出し方教えてくれよ。出し方ね。もったいぶるなよ、こっちは急いでんだ。あのさ、もしかしたらなんだけど、アバターを呼び出す呪文とかあると思ってんの？ないのか。ないよ。そんな便利なものがあれば苦労しないし。じゃああんたはどうやってあれを呼び出してるんだよ。そうだな、ま、その辺のことは実際に冒険しながら教える方がいいかもな。じゃあ今すぐ行こう。場所はどこでもいいんだろう。まあそうなんだけど。悪い、俺これから用事があるんだ。後で必ず連絡するよ。おい待てよ。ちっ、何なんだあいつ。仕方ねえな、タウンに戻るか。俺にぶつかって楽しいか。うん。なんだ。助けておくれよ。とりあえず離れろ。今日シラバスとショップを開こうって約束してたんだ。でもいざ開こうとしたら商品の数が全然足りなくてさ。どうしようどうしよう。そろそろお客さんが来ちゃうよ。レアアイテムなのか。うん、甘い黒豆を10個と杏仁豆腐を10個とアジアンマンゴーを10個とカラメルソースを10個と。なんか他のショップでも売ってそうじゃん。買って転売しろよ。ん？じゃあ長谷を買い物分担しよう。は？なんで俺が。はい、お金。だからやらねえって。ん、
セオはアジアンマンゴーとカラメルソースを後からここに来るシラバスに届けて。それじゃ頼んだよ。マジかよ。なんか頼まれちまったけど、仕方ねえな。今回だけ手伝ってやるか。アジアンマンゴー10個とカラメルソース10個、後から広場に来るシラバスに渡せばいいんだな。うん、確かに受け取ったよ。ありがとう、ハセオ。あとはガスパーが来れば売り物が揃うよ。お前ら何やってんだ。ああ、ハセオはやったことがないんだね。何を。ショップ知ってると役に立つよ。説明しようか。別にいい。普通の PC のやってることも覚えておいた方がいいと思うけどな。それにしてもガスパーのやつ遅いな。どうしたんだろう。ショートメールが来て、どうもガスパーが迷ってるらしい。どこまで抜けてんだあいつは。探しに行かなくちゃ。言っとくけど俺は動かねえぞ。よかった、それじゃあよろしく。あ、僕がガスパーを探してる間代わりに店番しててね。バカ言うな。探してる間ショップ閉めとけばいいだろう。それはできないよ。そろそろお得意さんが買いに来るし。だからって俺は関係ねえだろ。特に用事ないんでしょ。それとももしかして接客苦手？怖い？怖いわけねえだろ。じゃあ平気だね。ネットゲームでもマナーは大切だよ。挨拶をしっかりね。俺は小学生かよ。それじゃガスパーのとこ行ってくる。なんで俺がこんなこと。いらっしゃいませ。僕欲しいものがあって。おう、どれだよ。白たえぎくの花です。あります？一個だけあるか。 6000GP だな。ん？どうすんだ、買うのか買わねえのか、どっちだ。お金足りない。足りない？それじゃ売れねえよ。こっちも店番任されてる身なんでね、きっちり商売しとかねえと。欲しいもんがあるならちゃんと貯金しときな。貯めてたんだけどなくなっちゃったみたい。なくなったって。自分の金なら使い道くらい覚えてるだろう。わかんないよ、昨日までサクの番だったもの。サクの番？サクはお姉ちゃんだよ。この PC 昨日までサクが使ってた。要するにお前ら一つの PC を兄弟で交互に使ってるわけか。うん。そんでお前が貯めてた金を姉ちゃんが使い込んじまったと。ひでえ姉ちゃんだな。うん、いいの。どうせ
サクの誕生日にプレゼントを買うつもりだったから。誕生日？双子だから僕の誕生日でもあるんだけど。誕生日か。仕方ねえな、負けてやるよ。本当にいいの？ああ、姉ちゃんによろしくな。うん、ありがとう。僕、ボーって言うんだ。足りない分、きっと返すからね、ハセお兄ちゃん。サクとボーで、サクボーか。こんにちは。いらっしゃいます。お前、なんか意外ですね。長谷尾さんって絶対こういうことをしないタイプだと思ってたのに。あ、でもさっきの挨拶なんか笑顔が様になってましたよ。実はリアルで接客業してたりして、バイトでコンビニ店員さんとか。うっさいな、買う気がないならあっち行けよ。失礼ですね。買いますよ、ちゃんとショップどんぐりに貢献しますから。全然嬉しくねえのはなんでだろうな。ね、ね、どれがおすすめなんですか？ほらね、ギルドショップってやつはなかなか品揃えがいいんだよ。うわぁ、ほんとだ。 NPC ショップより全然安いですね。ほんとは君たちを連れてきたくはなかったんだけどね。だって君たちの目が俺以外のものに釘付けになってしまうじゃないか。俺は1分1秒でも長く君たちの目を独占していたいんでね。ヤン君様、心配しなくてもローズの目に映るのは君様だけです。ああ、そんなに情熱的な目で見ないでおくれ。君たちの美しい視線に縛られ…しばらくぶりだね、ハセオくん。なーにがハセオくんだ。随分とお楽しみだな、クーン様。いや、これは、その…つまり…俺は急いでるって言っただろ。言ったかな。てめえが女とイチャイチャしてる間に、俺はな、クーン様、早く遊びに行きましょうよ。マスターだ。クーンさんってすごい人気ですね。ああ、うん、わかった。後でみんなにメールするから。じゃあそういうことで。おい、それじゃあクーンはもともとお前らのギルドマスターだったのか。ギルド名のカナードは飛行機の安定翼のことなんだ。初めてザワールドにやってきたプレイヤーがゲームを安心して楽しむための支えになる。僕らのギルド名にはそんなクーンさんの思いが込められてる。迷子になってたオイラを助けてくれたのはクーンさんだった。僕らにいろいろと遊び方を教えてくれた。ほら、何事も初めが肝心って言うじゃん。あの頃にクーンさんに会ってなかったらきっと僕らこうしてプレイしてないと思う。俺はどうなんだろう。初めてプレイした日に PK されてなければ、オーバンに出会っていなければ、シノに出会ってなければ、トライエッジに出会わなければ、こいつらみたいに笑えたんだろうか。
ハセオ、どうかした？いや。クーンさんがいなくなって、カナードをまとめる人がいなくなっちゃったんだよね。なんでクーンはカナードを抜けたんだ？よくわからないけど、巻き込むことになるからって。ふーん。俺はてっきり女遊びが過ぎて退団させられたのかと思ったぜ。ああ、あれはクーンさんの病気だから、気にしてたらついていけないよ。なるほど、病気か。クーンさん、病気なんですか？病気って、心配するようなもんじゃないんだけど。お前、まだいたのかよ。さっきからずっといましたよ。ねえ、俺の資格に立つのはやめろ。へえ、ここが死の教師さんの資格なんですか。まあまあ、あ、それより長谷尾、店番ありがとう。ろくな商売にならなかったけどな。そんなことないよ。そうそう、長谷尾さんたらね、お店でこんなことがあったんですよ。何こそこそチャットしてんだ。お、小さい男の子に誕生日のプレゼントか。長谷尾いいとこあるな。いいやつだな。この女、ベラベラいらんことね。誰でも本当は誰かに優しくしてあげたいんです。ネットはリアルより自分の気持ちに素直になれる場所だと思うから。ねえ長谷尾、正式にカナードに入らない？は？長谷尾、結構リーダーシップがあると思うんだよね。そりゃいい。ねえねえ、一緒にやろうよ。いいんじゃないですか、長谷尾さん、さっきの調子で。ふん、わかったよ。ただし、名簿にいるだけの幽霊部員だぞ。俺は忙しいんだ。それじゃあ手続きに少し時間がかかるけど、後でメールが行くと思うから。じゃあよろしく、僕らのギルドマスター長谷尾さん。わーい、長谷尾が新しいマスターだ。おめでとう長谷尾さん。待て、なんだギルドマスターって。だから言ったじゃん、長谷尾はリーダーシップがあるって。あとこれは今日の店番のお礼、受け取って。それじゃ。またな。さてと、私も行かなくちゃ。行け、とっとと行け。今日はトレード詐欺にあった被害者たちの相談会を月の木で行うんです。長谷尾さんも参加しませんか？するか。それじゃ失礼します。お、やっと来たな。軽く行ってみるか。場所はデルタサーバー、大いなる呪いの義兄弟だ。なあ、なんでおばさんも。その、危険なことがないとも限らないからね。ふん。行くのか。さっさと誘いなさいよ。さーて、とっとと教えてもらおうか。アバターってどうやって呼び出すんだ？あんたってほんとガキね。それが人に物を頼む態度？俺を自由に入れたのはあんたの親分、お願いするのはそっちだろ。なんですって？あんたね、ヤタ様の。はーい、そこまで。喧嘩するために来たわけじゃないだろう、二人とも。ち、わかってるわよ。ヤタからも聞いているだろうけど、おさらいしよう。俺たちの PC は過去に CC 社のプロジェクトで制作された特別な PC なんだ。気分使いだったな。
なんで俺やあんたの PC が特別なんだ。それは CC 社の最高機密よ。守秘義務ってやつか。てか俺も知らないなあ、パイ。とにかく非分使いはアバターを使える。イメージ的には変身するというのが近いかな。少し大雑把だけどね。アバターの能力を一言で言うならデータの改変よ。データの改変？データドレインか。うん、それもアバターの能力の一つだね。トライエッジはデータドレインを使って俺をレベル1にした。やつも非分使い。いや、でもアバターは使っていなかった。じゃあやつは、わかんねえ。非分使い PC はデータの改変能力を起動することでゲームの仕様をはるかに超えた力を使うことができる。何でも可能ってわけじゃないけどね。非分使いには非分使いのルールがある。それはこれから理解できると思う。アバターを使うにはそのルールを理解すればいいのか。そういうこと。どうやって？ここだよ。は？心、ハートだ。プレイヤーの思いや意志の力が起因になる。あのな、非分使いったってゲームキャラだろ。二進数のデータの塊に心や意志がどう影響するって言うんだ。私たちの PC は普通の PC とは違うわ。違うって？俺たちはコントローラーやゴーグルだけじゃなくてここで PC とリンクしてる。お前はそう感じたことはないのか。そんなバカなこと。なんだ、何か、何かが生まれる。さあ、分かったらさっさと始めるわよ。始める？早くアバターを出せるようになりたいんだろう。当たり前だ。ここで戦闘を繰り返し行う。戦闘？意識を研ぎ非分使いとして改元する。それには戦闘が一番手っ取り早いんだ。なるほど。あんたらも確かな方法を知ってるわけじゃないと。はは、痛いとこつくね。俺やパイが非分使いとして改元したのも偶然の事故のようなものだった。でもその偶然は運命よ。ひとまずこのフィールドのボスと戦おう。力を起動ってどうすんだよ。それくらい自分で考えなさい。アバターを生み出すイメージを連想。アバターを生み出す。生み出す。生み出してやる。来い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 。ハセオ、ぼーっとしない。ハセオ大丈夫か。てろ、うん、黙ってろってんだ。集中してんだよ。絶対出してやるから黙ってそこで見てろ。ハセオ、もう限界だ。今日はやめよう。どうなってんだ。アバターなんか出てこねえじゃねえか。それはあんたの才能の問題じゃないの。なんだと。たとえ非分使いの PC であってもプレイヤーのあんたが使いこなせなければ意味がない。そう言っているのよ。ざけんな。お前らの教え方が間違ってるんだ。
いいか、そっちが約束を果たさなければ自由入りの話も取り消しだからな。バカね、アバターが呼べないあんたなんか私たちには必要ないのよ。ああ、いい、今日はもうやめにしよう。そうね、戻ろうな。気にするな。こっちだって簡単に改元できるとは思ってないさ。とにかく、まずはゆっくり休むんだ。体力が回復したら、またチャレンジしよう。じゃ、またな。私は、あなたがアバターを呼べなくてよかったと思ってる。クーンと私、今回の件で非分使いが二人サポートに必要だったわけがわかる？いや。あなたのアバターが暴走した場合、確実に鎮圧できる戦力が必要だったからよ。鎮圧？そう、暴走したアバターを止めるためなら、私たちはためらいなくデータドレインを使っていた。たとえ、あなたにどんな影響が出るかわからなくてもね。ひでえ話だ。そうかしら。大きすぎる力には、リスクが伴うのよ。ふん。アバターの力を完璧にコントロールすることは、私にもクーンにもできない。使い手の意志を離れた力は、破滅を引き起こす。この力は、可能な限り、使うべきではない。でもあなたは、使うわ。アバターを手に入れたあなたは、喜んでその力を使う。たとえ、それが自分の大切な人たちを傷つける力だったとしても。ずいぶんよくわかるんだな。わかるわよ。あなた、私と似ているから。あ。悪いことは言わない。もう危険なものに関わるのはよしなさい。アバターを求めても幸せになんかなれない。それだけは確かよ。危険なものに関わるな、か。それができれば、苦労しねえよ。おいら、クロンティ！お前、ハセオ。お前、新しいギルドマスター部品？ NPC か。おいら、クロンティ族のデスランディ！このアットホームの管理人でも、おいらお前認めない部費は。ギルド運営には直感と才覚が必要。部費、お前にそれが備わっているかどうか試してやる。部費、これから2つの課題をお前に出す。部費、2つともクリアしたら、おいらはお前をギルドマスターと認めてやらないこともない。部費、まずは第一の課題部費、グランティ族の三種の神器、グランティの帽子、グランティの蹄鉄、グランティの毛筆。これをギルドメンバーと協力して集めてくる部費。神器はオイラの仲間が持ってる部費。真心込めて土下座すれば、鼻くそみたいなお前にもきっとタダで貸してくれる部費。仲間は町の中をお散歩してる部費。ちゃっちゃと探して神器をゲット。部費、気に入らねえ。この生意気で変な生き物絶対気に入らねえ。
グランティのイベント起きたね。なんだイベントって。ギルドマスターの試練イベントだぞ。初めてギルドマスターになった時、グランティに課題を出されるんだ。 NPC のお使いをする趣味は俺にはねえ。でもイベントをクリアしないとアットホームの機能が全部使えないぞ。で、ハセオはどんな試練を出されたの？レアアイテムを見つけてこいってさ。その試練は受けたことないな。ああ、まあいいか。街の中にいるこいつの仲間探せばもらえるんだろう。こんなのすぐ終わらせてくるさ。頑張れ、ハセオ。黄昏の船へようこそネロ、ハセオくん。長い間待っていたネロ、君が来るの。感動のあまり声も出ないネロな。君の求めているものなど私にはお見通しネロ。これを持っていくといいネロよ。では行くがいいネロ。こうやってぼんやり川を見てるとなんだか吸い込まれそうな気がしてくる。うる、水の底にはお魚の宮殿があるっておばあさんから聞いた。うる、きっとしめサバとかスモークサーモンがピチピチ泳いでる。うる、行ってみたい。うる、あ、僕にご用うるか。お兄さんからはデスランディの匂いがする。うる、匂いが教えてくれた。うる、お兄さんこれが欲しい。うるね。じゃあさよなら。うる、うわ、お魚の宮殿に行きたい。うる、想像しただけでよだれが出る。うる、今日も夕日が沈むガッハな。哀愁ガッハ、ロマンガッハ、そして夕暮れに佇む俺様は超絶男前ガッハ。おう、お前もなかなか男前ガッハな。でも俺様にはかなわないガッハ。うん、俺様の色気を体得したいガッハか。いいガッハ、これでもかぶって男を磨くガッハ。ガッハッハ、まずは夕日が目に染みるまで頑張るガッハ。おいらグランティ、お前ハセオ遅いブヒね。まったくお前は豚のように呪いブヒ。集めてきた三種の神器を早くこっちによこすブヒ。代わりにこれをくれてやるブヒ。では第二の課題ブヒ、それをギルドのメンバーと協力して売りさばくブヒ。さっさと行くブヒ。ショップならハセオの得意技じゃん。俺はもう二度と売り子はやらねえ。結構様になってたのにな。それじゃオイラが売り子やる。グランティに話しかければメニューが開くから、さっきグランティからもらったアイテムをショップどんぐりの商品リストに入れてね。頑張ってアイテム売るから、ちょっとの間待つんだぞ。それとお金の回収をするときは中央区のギルドショップまで来てね。は？なんで俺が金の回収までしなくちゃいけないんだよ。お金の回収もギルドマスターの役目なんだ。めんどくせえな。まあ分かったよ。ハセお兄ちゃん、ああ、こないだショップに来たボーだったか。会えてよかった。あの時のお金返そうと思って。あれは負けてやったんだから別にいいんだよ。
でも…くどいのは嫌いだ。人の行為は黙って受け取れ。ありがとう。僕、カセお兄ちゃんのそういうとこ、好きだな。な、突然何言ってんだお前。だって、本当にそう思うんだもん。今日は何して遊んでるの？また店員さん？ま、似たようなもんかな。ギルドマスターってわかるか？うん。まあそれになっちまってな。今そのイベント中。ギルドマスターなんだ。さすが長谷お兄ちゃんだね。ま、まあな。じゃあ。イベント達成、おめでとう、ハセお兄ちゃん。よかったね、ハセオ。おい、無理して買うことなんか。いいの、ハセお兄ちゃんの役に立ちたかったから。だけど、人の行為は黙って受け取れ、でしょ？そうか、そのありがとうな。おいらグランティ、お前ハセオ、しっかり売りさばいてきた部品な。とっとと再開を起こす部品。ハセオ、お前のことを鼻毛ほどには認めてやる部品。抑えろ抑えろ、たかが NPC の言うことじゃねえか。でもマスターとしては認めない部品。お手伝いさんとしてなら雇ってやっても良い部品。僕がギルドマスターになった時もこんな対応だったよ。変なイベントだよね。そう、これはただのイベント、イベント。お手伝いのお前にはこれがふさわしい部品。この豚、何しやがる。豚じゃない部品、グランティ部品。今貼り付けた札はお前の行動を監視するありがたいお札部品。お前の中に刻まれちゃったからもう取れない部品。これでお前がどれだけオイラのギルドに貢献したかすぐにわかる部品。名付けて800友人の札部品。